ておりまして、犠牲者は増え、タイの民主化運動の中でもかつてない惨事に発展してきています。昨夜から王宮前広場付近に集まっていた10万人の市民に対し、タイの軍と警察は今日も発砲しながら鎮圧に乗り出しました。そして今日だけで少なくとも18人が死亡し、前夜を上回る惨劇となってきています。また追い散らされた群衆の一部は王宮前広場横のロイヤルホテルに逃げ込みましたが、軍はこのホテルにも乗り込み、市民2000人を排除連行しています。一方、政府スポークスマンはテレビを通じて、野党勢力側との議会終結へ向けた交渉が始まっていると声明を発表しています。しかしこの交渉の実態は明らかではありません。現在バンコク市内は反政府勢力は散り散りになって、まとまった形での集会は開けない状態になっておりますが、今日は市内の銀行も閉鎖され、商店も休むところが増えるなど混乱が広がっています。